イエーイ。さあ、ヒット。アウト。かけれるんですか、あのかけれちゃってます。なんだっけ、どっち？どっちです。やっちボールやろ。どっちかやっちボールはコメントで聞く。やっちボール。絶対どっち？やっちボールやろ。これルールが本当マーダらしいので、後ほどね詳しく説明させていただきます。はい。もちろん負けの罰ゲームあります。負けのチーム、単純キャラドッジボール決まったです。やべーす。これ痛いんだよね。どうだった？タティのここ食らって。あ、痛いでーす。最大に痛そうな罰ゲームだったよ。あれやばかった、あれやばかったね。痛かったね。じゃあチーム決めだけしていこう。はい、なあ、グッドパーでいかがでしょう。ばっかりましょう、いかがでしょう。あ、すごいすごい、ばっかりましょう。あー、最後だけ最後だけ外した。ということでね、どんなね試合になるか楽しみにしていてください。はい、我々ね、こういう新しい競技とかやりながらね、年内100万人という大きな目標を掲げております。そして日本一のスポーツ系 YouTube を目指しておりますので、それではチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。せーの、せーの。どうも、ルール会長です。どうもこんにちは、ルール社長でございます。なんか最近会社の経費、僕のやってる会社のね、なんかこう裏金みたいなのがすごい動いてるんだけど、なんか新しい事業とか勝手にやってないの？いや、新しい事業、そんな真新しいのはやってないですね。ほんと最近で言ったら、お弁当のゴムの事業とか、三脚の携帯を固定する事業くらいです。それも成功してるんだよ。はい、お願いしました。即です。だから最近うちの会社の経理がすごい頭抱えてるよ。すいません、しっかりやってください社長。はい、今なんか新しいやってるんで大丈夫です。任せてください、今のやつ成功させるんで。ルールを説明させていただきます。イニングは2回です。ツーアウト交代で三角ベースになっております。はじめにバッターのルールを説明したいと思います。野球の打席のようにこう立ちます。そしてピッチャーが投げてくるので、これをこう取ったらバッティング開始。両手のみね。両手のみ。手のひら以外は使っちゃいけません。こういう取り方は NG です。これはストライクになっちゃいます。これが来たのをエラーしてしまってもストライクになります。見逃してもストライクになります。で、取ったらバッティング開始されるんで、こっから3秒以内に投げます。これがバッティング方法です。守備は投げるまではこのマウンドのラインを越えることができません。横は自由です。で、ピッチャーが投げました。さっき取って打ってきます。そしたら動いておくけ。今みたいにライナーは取ればアウトになりますが、当たってしまった場合、エラーしてしまった場合はツーベースヒットになります。次ゴロできた場合説明します。投げて、守備ついて、ゴロもノーバウンドと一緒で取ればアウト。しかしエラーしてしまった場合、これワンベースヒットになります。じゃあノーバウンドでやった方がバッター強いってことですね。だから先ほどノーバウンドが強いって言ったんですけども、ノーバウンドにはもちろんデメリット、リスクもあります。ノーバウンドでボールが後ろのこのラインを越えた場合、アウトになります。バレーみたいな感じね。そうですね、バレーのエンドラインみたいな感じですかね。バウンドしてこのラインを抜ければヒットになるので、安泰にワンバウンドいくのか、ノーバウンドで狙いに行くのか、ここはねバッターとかピッチャーとか駆け引きになってくるんで、その辺が面白い戦いなんじゃないかなと思います。その他はもう野球のルールなんで、ヒット、ツーベース1点とか、その辺は野球と一緒なんでね。あとなんか細かいルールがあって、これどうするのとかあったら都度説明しますのでね、そちらご了承ください。まあこれ本当に新しい競技なんで分かんないね。誰が強いとか誰が弱いとか一番予想できないもん。まあただ何にせよ俺創業者って呼ばれていい。まあそうだね、大体の人は創業者強いよ。だよね、はい、どっちゅう界のパイオニアなんで絶対私は上手いということを自負しております。どっちゅうにやってことどっちゅうにやなんで、僕は逆転どっちゅうにやなんで。そのお世話になりたい。僕は強いです。これで俺のさ、右に出るやついるの？いない。絶対に勝てますよね、今回は。当たり前、俺のチーム勝てる。ありがとうございます。無敵だ。あ、ちょっと待って、絶対に少ないで。はい、マリオン
ね、踊ろう。え、なんで？お願いお願いお願い。なんで？お願いお願いお願い。一緒に。いくよ。はい、こっち、こっち。いくよ。せーの。はい。おめー、ぐ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 ー。なにこれ？あ、ラインズマン。イエイエー。ラインズマンから来たぜ。タティスジュナだぜ。イエー。せーめん。ラインズマンは場所なんだ。場所なんだ。え、アメリカない？え、週にあり役職の話なんですか、ラインズマン。え、だからラインズマンっていう合衆国が来ました、私は。すみません。こんにちは。バイキングがマウンドに揺れが当然。超飽きた曲を歌います。バッターは投げるときフェイントしちゃダメですからね。さあ、来いよ。イエーイ。ボールオペレーションスタート。ツーベースです。一番いいです。有名のギリギリ見逃してもヒットだし、一番むずいよあれは。シャーツーベース、ナイスー。ウォーブルー穴発見。ブルーの穴が発見だ。青の洞窟。どうも青の洞窟。来場者数は年々上がっていくから。はい、挑戦よ。作戦言っちゃうの。アウトー。なんでだよ。焦っちゃった。これはやっぱり嫌わ。やっぱり敵の希望。おーい、早く投げなきゃ。マジでやばいやんけ。ワンナイトランナー2塁、ヒットで1点です。ヒットー。え、すごい。テー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 。完全に作戦も見破られてるから。完全には作戦変えればよかった。俺がいれば勝てっから。じゃあアドバイスください。アドバイス、俺がいれば勝てっから。あー無理だ、ダメだ。さっきみたいなワンバンは取りやすい。やるならチーハウゴロ。あーなるほど。作戦、これ守備シフト大事がち。大事だよ、これ。キーキー考えるべき。これ投げる方が、あ、確かに絶対こっち投げる。だからどうせ俺は動かない方がいい。こっちが投げていいか。俺はここはね。おい、行くぞ。お前しかアウトだっていいかんな。おう、俺だけでアウトだったらチェンジだってやる。この世でどっちゅうでアウトだったらお前だけだから。俺だけでアウトだってやるって伝説作るぜ。やばい、アウトー。なんでだよ。おい、さあ、1点取らないと非常までです。非常にまずい。ツーベース出づらいぜ。よく出したな、チカヤ。出ないや、低めだよね。秋の足元やろ。ノーバンで出られます。まあまあ、とりあえずあの、これこっちさんとするから。もうこっちはただのもん。三振取ってください。無理だろ、絶対。三振見せてください。無理やろ。行きますよ。頑張っていこう。お願いします。とりあえず行って守るぞ。あっ、一回裏、これもう自分でゴミやねやー。いけー。見ました。来た。うお、あいつ来た。アウトー。すごい、アキトの守備位置だから、そこ無視してるから。いけるボールは全部いく。せーの、はい、マリオネーグーグーグーチュチュイチュチュイ。なにこれ。俺狙ってくるのバレバレだよ。当たり前やろ、お前そんな、お前そんな守備の大きいやだったらこれ誰でも狙うやろ。俺の守備範囲は違いの守備範囲だよ。おめえ、あー、ヒット。ジェーン、2ベース。ノーマンでツーベースです。今の見逃していくからな。余裕や。ただ多分
ょっとあれがあるからこっちが開くよ。オッケー、ここ押さえる。真ん中来た。ヒッター。ここに入ったよ。ここにアッパー入っちゃったね。今入ったよ。真ん中来た。ヒッター。真ん中来た。ヒッター。真ん中来た。真ん中来た。ヒッター。ここに入ったよ。ここにアッパー入っちゃったね。今入ったよ。おい、ポンカツマシグだって、お前。お前無理やん、こんな跳ねたね。さあ、1点同点です。同点ね。バウンドバウンドさせたら絶対取る。おい、ポンカツマシグだって狙ってみよう。さらない注意。ああ、ストライク。これはストライクです。お前さ、なんだよ。気づいた、分かった。今のでエラーしたらストライクだよってことね。あの釣り玉に引っかかる魚いないやろ。三振取ろう。あー、行った。やべ、外せーからね。外せー。来ました。お前アウト。アウトだね。お前さ、作戦忘れたんかい。やばい、忘れた。バウンドバウンドさせたら絶対だ。お前、コンビマシルなんて狙ってみよう。こいつさ、作戦言ったのにモニ忘れしてんだよ。まあ1点1だから、ここで1点取って。そうだ、とりあえずはツーベース。あ、そうだ。来た。ヒット。うえー、いいね、いいとこ。ナイスバッター。ここね。いいよ。ボール、いい、ね、その球多分取れないから、そもそもやべ。パーボールあるよー。パーボールあるよー。パーボールあるよ。ボールだな。これはファウルやな。アウトバネです。ここ絶対打とう。でかすぎー。ヒットでもいいね。いいね。真ん中来た。ヒット。こういうことです。え、完全に今もう見てから投げられてるんだよ。1点よー。逆転したぜ。しかもノーアウトランナー1塁で。来た。アウト。お前はなんで球遅っ。逆に取れないって当たっちゃう。あー、待って、勝っていいと思うよ。絶対真ん中にいる。逆行っちゃったらもうしょうがないと思う。お前じゃねえ。行きます。さあ、ごめん。ボール。あー、惜しい。アウトー。ナイスだー。よし、でかい。1点でしょ。さよならあるって。バモス、バモス。こっち行った時にこっち来ないといけないじゃん、うん、で逆に俺でもこっから全部で、お前そっち側を全部行く。なるほど、うん、この辺まで俺行く。聞こえました、作戦が。絶対勝つぞ、最終回。結構お前の出塁で全て変わるよ。バーボールやるよ。自分で言うなよ。やばいやばいやばい。さあ来た。
アウトだー。さあ、ツーベースヒットー。来たツーベースです。ウソちゃん、何今の。バカの守備は本当に滑稽だね。さあ、ノーアウト2塁。マジでまずいよ。これがツーベースだったら同点、ツーベース。マジでまずいよ。さあ、ノーアウト2塁。取った。お前だけだね。アウト。お前。あいつあんなん取る。あいつあれ取れる。さっきも取られたやん、高いの。これでも取ったら勝ちやもんね。よし、まだわかんない。頼む。追い込まれたやん。頼む、創設者。大丈夫、同点だから。緊張ならないけど。出てない。サヨナラの場面俺に作ってくれ。パイオニア同点します。頼むパイオニア。さあ、ワンアウト二塁。これで試合終了します。おー、大丈夫だ。行きます。取った。取った。取った。ヒット。今のはサーブ入れなかった。イエーイイエーイ、ヘルネッテレー。これはそう。さあ、同点です。ツーベースで負けです。あとはツーベース1本かワンベース2本。今のはい、終わりました。絶対取る、絶対取る、取れ。俺行きます。あ、ストライクです。両手じゃないんでストライクです。試合終盤ですが、あの取り方したらストライクです。そうだめだ、そんな時来ました。来ました。来ました。アウト。よし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 キャッチザウィン。延長なのでノーアウトランナー一塁から始まります。やばい、こうなってくるとやっぱ近いがいいのだるいな。近いがいいのだるいよ。めっちゃ大事や。これマジでお前めっちゃ大事や。めっちゃ大事や。ルイ出ろ本当に。俺がヒット出れば多分勝てる。マジでそうだ。多分負ける。この通り。お前に打てると絶対ダメやんだ。分かってる。オッケー。行きまーす。来た。え、やー。ヒットです。よし、これ俺行くよ。頼んだ。まずい、まずい、やばい。満塁です。いや、やばい、満塁でゴリラ、やまずい。横は動いていいから、フィントとかは全然。真ん中で投げたいから、最初真ん中行って、真ん中無理なのかと思うし、端に行ける。真ん中、端に行ける。敵を起こす。あいつ抑え。さあ、ノーアウト満塁。取ります、取ります。うわ、取れない。ヒット。うまーい。ナイス、ナイス。ヒュー、取るね。惜しかった。地形に行かれた。これいいのよ。狙ってくる、狙ってくる。回ってくる。でまた一塁だから、そうだ、ね、ヒットでもずっと行ってんだから。取った、真ん中、アウト。取った、アウト。サバ浮いた、やっべ。よく見送った、よく見逃した。バモス、バモス。これこっち行くかな、真ん中、アキト。で俺もカバー行くわ。いやもう迷ったらアキト。オッケーオッケー。アキト絶対取り行って。オッケー。作戦聞こえちゃいました。もうダメだ、そんな時。延長1回裏、ベイボー。行け。取った、ヒット。うまい。
やめて。ヒットになっちゃった、ヒットになっちゃった、ヒットになっちゃったけど、作戦では違うけど全然全然じゃないっす。うん、今のはまあ相手が上手かったね。これツーベースで負け、ツーベース負け、やばいって、厳しいって。おー、アウト満塁。アクト新一郎を刺しするぜ。おー、もうやばいぜ。俺がそこに立ってたらもう逃げたくなるくらいだぜ。ツーベース。ツーベースでさよなら。しゃ。取った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 。おお、だから。取ります。すごい。落とさねえ。しかももっと低くいけよ。これで俺減らして負けてみ。えぐいって俺。えぐいってやってること。えって。えぐいな。どうでした？お願いします。多いってその場面今日。あの締め。これ抑えた勝ちだから。確かに。そうで。確かに逆を言ったらそうだ。抑えた勝ちだ。チャラ。怖い。ワンナー止まんない。抑え。ファール。ファールは。ファールやね。ファールは三球打ったらアウトです。じゃあ抑えるよ。はい。サークル。サークル。サークル。ヒット。まず同点。オーケー。はいはい、これ作戦通りです。やばい。お前ブレーンだわこいつ。やべえ、これだってもう今のやれたら負けなかった。頼む。なんかまた延長になる気がする。いくぜ、ヒットでも負けです。いくぜ、ヒットでも負けです。さあ取った、さあ取った。ヒット、ヒット、ヒット。抜けた。おっ、さよならや。うまかった。さよなら。ファウルは狙いましたか。でもいい。結果もない。ナイス。ゲームセット。ということで、さようなら勝ちで、ゆいかもの勝利。よし、嬉しい。じゃあ、こんなにゆうとがすごいと思ったら初めてです。うまかったよ、ほんと。うまい。ダウト1回か2回じゃん。1回ぐらい。1回か。結構、頭使うねや。いや、おもろい、おもろい。あんばい良かったよね、あんばい。最後の方とかは、そう、どう動くか見るために俺1回ファウルなの。あ、そうなんだ。わざと。で、バランスがずれたから、次真ん中狙った。罰ゲームなんてないんで、ありますよ、はい、動画の最後にこの2人があのケツをこう差し出してタティスがバレーボールを向き当てるという罰ゲームあるんですんで、最後まで見てください。イエース、はい、はい、それではこの競技がおもろいと思った方はチャンネル登録、コメント、爽やか、宇宙のインスタフォロー、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねどっち面白いから皆さんもやってみてね。明日の動画お待たせしました、私コバがユウトに守備を教えたいと思います。必見です。何であいつなんだよ。ぶち当てろ、いきます。あーい、ナイス、よかった。ナイス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 ナ